ロックインジャパンフェスティバルでの経験は、その進化の一つのステップに過ぎません。これからも日夕は、音楽を通じて多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。今年の夏も、日本最大級の音楽フェスティバルであるロックインジャパンフェスティバルが開催され、多くのアーティストとファンが集まりました。このイベントは、音楽を愛する者たちが一体となり、音楽そのものの力を再確認する場でもあります。 今年のフェスティバルでは、特に日優のパフォーマンスが大きな話題を呼び、彼女たちの成長と進化を感じさせる瞬間が多く見られました。日優は、デビュー当時の可愛らしさから大人の魅力へと変貌を遂げつつあります。彼女たちの音楽とパフォーマンスは、今や単なるアイドルグループの枠を超え、多くの人々に感動と勇気を与える存在となっています。フェスティバルのステージで披露された、Believe のバンドアレンジバージョンは、 その一例ですこの新しいアレンジは、原曲の持つ力強さをさらに引き立て、日勇のメンバーたちが音楽的にも成長していることを如実に示しています。また、このアレンジは、日勇が今後さらに多様な音楽ジャンルに挑戦していく可能性を感じさせるものであり、彼女たちの将来がますます楽しみです。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルは、単なる音楽フェスティバルではありません。これは、 アーティストとファンが直接交流し、共に過ごす時間を通じて、新たな絆が生まれる場所でもあります。今年のフェスティバルでは、日遊のパフォーマンスを間近で見ることができたファンたちが、その感動を SNS で共有し合いました。特に、カウガール風の衣装をまとった日遊の姿は、多くのファンの心をつかみ、彼女たちの新しい一面を垣間見ることができました。この衣装は、 日ユのメンバーが持つ個性を際立たせ、彼女たちのステージパフォーマンスを一層引き立てるものでした。しかし、フェスティバルに参加できなかったファンたちも多く、その中にはコロナウイルスの影響で参加を見送った人々もいました。彼らは SNS を通じて、参加したファンたちの感想や写真を楽しむことで、少しでもその場の雰囲気を感じ取ろうとしました。フェスティバルの写真や動画は、 日優の輝きを余すところなく捉えており、ファンたちはその美しい瞬間を共有することで、日優との距離を縮めようとしました。ロックインジャパンフェスティバルでの日優のパフォーマンスは、彼女たちにとっても大きな挑戦であり、成長の機会でもありました。彼女たちは、このフェスティバルを通じて、ファンとの絆をさらに深め、自身の音楽性を広げることができました。日優のメンバーは、 フェスティバル終了後に SNS で感謝の気持ちを表し、ファンに対しても熱い中応援してくれたことへの感謝を述べました。このような交流は日優とファンとの間に強い絆を生み出し、彼女たちの音楽活動を支える大きな力となっています。フェスティバルの熱気が冷めやらぬ中、多くのファンが今後の日優の活動に期待を寄せています。彼女たちの音楽は、ますます多くの人々に影響を与え、 そのメッセージは広がり続けています。日優は今後も新しい音楽的挑戦を続け、ファンにとって忘れられない瞬間を提供し続けることでしょう。そして、ロックインジャパンフェスティバルはその成長の一部となり、日優の音楽の旅における重要なマイルストーンとなりました。日優の成功の背景には、彼女たちの努力とファンとの強い絆があります。デビューからわずか数年で、 彼女たちは日本のみならず、アジア全体で大きな人気を誇るようになりました。その人気の要因の一つは、彼女たちが常に新しい挑戦を続け、ファンに対して真摯に向き合っている点です。日夕は、音楽を通じて多くの人々に勇気と希望を与える存在であり続けることでしょう。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでの彼女たちのパフォーマンスは、彼女たちの成長を象徴するものであり、 今後ののささらなるる飛躍を予感させるものでしたこのフェスティバルは、日優にとっても、ファンにとっても、特別な思い出として心に刻まれることでしょう。これからも日優の活動に注目し、彼女たちの音楽がどのように進化していくのかを見守っていきたいと思います。このフェスティバルでの経験を通じて、日優の音楽がどのように進化していくのか、そして彼女たちがどのように新しい挑戦を続けていくのか。 今後の展開に期待が高まります。そして、ファンとの強い絆が、彼女たちの活動を支え、さらに素晴らしい音楽を生み出す原動力となることでしょう。音楽を通じて人々をつなぐ日優の姿は、これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでの日優のパフォーマンスは、その後も多くの話題を呼び、ファンたちは彼女たちの成長を喜び、 さらに応援すする気持ちを強めています彼女たちの音楽は、ただのエンターテインメントを超え、深い感動や共感を生み出すものとなっています。フェスティバルの舞台で披露された新曲やアレンジは、日優がこれまで培ってきた経験とスキルを存分に発揮する場となり、その音楽的な進化を目の当たりにしたファンたちは、彼女たちの未来に大きな期待を寄せています。日優の音楽活動は、デビューからこれまで、 多くの試練と挑戦を乗り越えてきました。彼女たちは、音楽を通じてファンにメッセージを伝えることを大切にしており、そのメッセージは常にポジティブで、希望に満ちています。特に、最近の楽曲では、彼女たちの成長が感じられる大人っぽいテーマが取り入れられており、デビュー当時とはまた違った魅力を放っています。日勇の音楽の特徴は、ジャンルを超えた多様性にあります。彼女たちは、 ポップ、ダンス、バラードなど、さまざまなジャンルに挑戦し、そのすべてを自分たちのスタイルに昇華させています。この多様性は、日遊の音楽が多くの人々に愛される理由の一つです。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでのパフォーマンスも、その多様性を象徴するものであり、ファンたちは新しい日遊の一面を見つけることができました。また、日遊はその音楽だけでなく、 ビジュアル面でも大きな影響を与えていますフェスティバルでのカウガール風の衣装は、彼女たちの個性を強調し、ステージ上での存在感を一層引き立てました。このようなビジュアル面での工夫も、日優が多くのファンに愛される理由の一つです。彼女たちは、音楽だけでなく、ファッションやビジュアル面でも常に新しい挑戦を続けており、その姿勢は多くの人々に影響を与えています。 日優の成功は、彼女たち自身の努力と才能だけでなく、ファンとの強い絆によって支えられています。彼女たちは、常にファンのことを大切に思い、その期待に依頼ようと努力しています。フェスティバルでのパフォーマンスも、ファンに対する感謝の気持ちを表す場であり、彼女たちは全力でその期待に依頼ました。このような姿勢が、日優とファンとの間に強い信頼関係を築き、 その絆が彼女たちの音楽活動を支える大きな力となっています。日遊の音楽活動は、これからも進化を続けることでしょう。彼女たちは、新しい音楽ジャンルやテーマに挑戦し、その度に新しい一面を見せてくれるはずです。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでの経験は、その進化の一つのステップに過ぎません。これからも日遊は、音楽を通じて多くの人々に感動と希望を与え続けることでしょう。 このフェスティバルを通じて感じたことは、音楽の力と、その力を共有することの素晴らしさです。音楽は、国境や言語の壁を越えて、人々を結びつける力を持っています。日優は、その力を最大限に引き出し、ファンとの絆を深めることができました。この絆は、彼女たちがこれからも続ける音楽活動の原動力となり、さらに多くの人々に影響を与えることでしょう。 音楽の力を信じ、その力を共有することの大切さを、ロックインジャパンフェスティバルを通じて再確認することができました。最後に、日中の音楽活動を支えるファンたちの存在も、改めて強調しておきたいと思います。彼女たちの成功は、ファンとの絆なくしては成り立たないものであり、その絆が彼女たちをさらに高みへと導いています。日中の音楽がこれからどのように進化し、 彼女たちがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、今後も目が離せません。そして、その旅路の中で、ファンとの絆がどのように深まっていくのか、その過程も楽しみにしています。日曜の未来は明るく、その輝きはこれからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。